この度スペシャンズから緊急報告があります。ぜひ最後までご視聴ください。どうも、スペシャンズです。どうもどうも、ヨシンです。将軍です。ジグロです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今回、企業のフットサルパーク熊本にやってまいりました。よろしい。天気は雨雨関係ない。帰る帰る。まあ、前回も、動画で出したと思うんですけど、まあ、ここフットサルパーク熊本、まあ、菊川にあるんですけど、まあ、フットサルコートがもう3つ3面ありまして、まあ、結構ですね、広い感じで遊べる、ね、フットサルする方はぜひ使っていただければ、まあ、結構芝もですね、いい感じにめっちゃいいあるし、めっちゃいい、うん、ちゃんとあの周りも囲ってあるんで、思いっきり蹴ってもいいよね、うん、楽しくできますよ。できます。今回ここに来たということで、後ろ見てもらうと的当て、これがあります。これを使った企画です。というと、番号がまずあるので、センターラインのセンターサークルキックオフするとこのとこからボールを蹴って、自分が言った番号に当てます。あ、でこれをもしもじゃあ9番を取って、9番を蹴って取ったら、もうそれは他のメンバーは取れません。当たったとしても、でかつ言った番号じゃないところに当たっても取れないです。必ず言ったとこプラス、あの囲ってあるんですけど、これあのちょっとグレーゾーンなんで、しっかりと当てたっていうのをじゃないとダメ、ね、じゃないとダメです。これもちょっと的当てで3人で勝負していきたいと思います。よっしゃ、よっしゃ、早速的当ていっとこうか、いっとこうか。雨だす、雨だす、フットサルだす。1番手将軍いきます。4番、右手じゃあラッキーセブン7番。おお、1枚ゲット。真ん中2枚じゃないか。1番だったね。1番でしたね。じゃあ8番。これノーマンで、ワンマンで、ワンマンで。6番いきます。お、おお。6、7、うまっ。もう一回2番いきます。2番。おお、クリア。やばいぞ。8番。おお、やった。じゃあ2、6、7、8。じゃあ3番いきます。はい。じゃあ次3番狙います。もうこれすぐ。2番。5番。5番狙います。じゃあいきます。3番いきます。くそ、俺と一緒だ。あー、なに、やばい。よし。次5番。もう一回5番になります。はい、4番いきます。出た。また俺の。1枚いきます。ま
まだ誰も行ってない9番行きます。もう一回1番狙いたいと思います。あー違う1番いきます。1番いきます。うわー1番いきます。俺も両親が後でやった9番いきます。これはいける、絶対いける。よし将軍5番いきます。ど真ん中9番うわー5番割らせます。5番いきます。5番いきます。じゃあちょっと俺も流れに身を持って5番いきます。9番取ったもんね、打ち抜いて5番抜きます。もう5番に向いていいですね。もうシュートするから。うわー今のちょっとグレー。5番いきます。5番もう当てますよ。あー泣いて9番いこう。9番いきます。これで流れを変えてくる。5番いきます。終わらせてやるぜ。9番いきます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 。今6ぐらいだよ。この戦いに終止符を打つ。
終わりました。お疲れ様でした。1位です。1位止まりましたよ。やっぱ日頃のねフットサルの練習のおかげ。これもまた手がコントロールの精度がやばい。あ、確かに噛み取ったもんね。噛みってる本当に、うん、噛みってる噛みってる。いや、ハゲハゲている髪ハゲている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 。え、養身が4つ。4枚。将軍が3つ。3枚。重量が2枚。さすがドベートのもう、そうね、2倍の差だけね。すごいよ。そうね、確かに。次回もあれやばか、あの必ずサッカーの企画やるんで、絶対ぜひそこら辺も楽しみにお願いします。お願いします。それとまた、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、まあ、よかったらあそこの場所ですね、キックオフとするパーク熊本、ぜひ、まあ、概要欄にも貼っとくんでご利用お願いします。まあ、それと、まあ、この、アスフィーダ熊本っていうこのフットサルパーク熊本を、ここの場所で多分使ってると思うんですよね。このフットサルの、まあ、練習みたいな感じで、なんでぜひよかったらこちらの方も概要欄も貼っておくんで、ぜひよかったらご利用してみてください。お願いします。お願いします。それとちょっと今回エンディング変わってしまうんですけど、まあ一番最初の動画で、あ、一番最初じゃない、もう初めこの動画の最初に、まあ冒頭ですよね、ね、ちょっと告知があったんですけど、なんとこれ緊急報告ございます。あります。それはですね、ちょっとこちらなんですよ。ちょっと待って。